こんにちは、丹羽隆久です。入社して、もう5年は経つと思います。僕の役割分担は、見ての通り、門と堀と庭、を、作る仕事をしています。最初の1年は、もちろん未経験なので何も分からずなんですけども、2年目、3年目ぐらいから、よく理解できるようになって、いろんな仕事を任せられるようになりました。同じ建築なんですけども、全く、関係のない内装の方の仕事をやってました。その前が全く畑違いの、飲食業の方に、勤めてました。同じ、地元に、僕も小牧なんですけども、地元に強い、会社、そしてその歴史ある、会社でもあるので、当時僕が入るときはもうまだ、正社員制度っていうのはなかったんですけども、この会社はそういう正社員制度があって、将来が、安定している企業だと思ったので入社を決めました。まず第一に、お客さんに、すごく喜んでもらえる、またそれを、すごく身近で感じられる、これが、この仕事の一番の魅力だと思います。本当何もない状態から、門を建てて、外壁を作って、何もないゼロの状態から作っていくので、その都度その都度現場によって、形も違うので、その辺は一番最初に苦労しますね。もちろん僕自身の、技術の向上はもちろんなんですけども、それを大前提に、会社を大きくする、また会社が地域にもっと貢献できるように、なれればいいなと思います。うちの会社は本当に、いい人ばっかだと思います。僕もいろいろと、職を、見てきましたけども、本当にここは仲間思いの、優しい会社だと思います。もし、興味があったり少しでも、興味が湧いたなら、ぜひ、見学でもいいので、来ていただきたいです。